全国的に真冬の寒さとなります。昼間も気温が上がりません。まずは上空1500メートル付近の寒気の様子をご覧ください。12時の予想ですが、ご覧のように平地で雪を降らせる目安となるマイナス6度のラインが東北北部や北陸、そして西日本では広く南下してくることがわかります。では続いて気温を確認していきましょう。9時から時間を進めて見ていきます。今日はだんだんと気温が下がっていくところが日本海側を中心に多くなりそうです。東北などでは今よりも昼間の方が気温が下がっていきますので、万全の防寒が欠かせません。では続いて風の予想です。今日は等圧線の間隔が混んでおりますので、雨や雪が降るだけではなく風も強い予想となっております。ご覧のように緑色の平均で10から15メートルの風が予想されているところがあります。風を通しにくいような暖かい服装でお過ごしください。最新の気象情報はウェザーニュースのアプリでもご覧いただけます。ぜひご活用ください。